おはようございます。気合の入り方が気合が違いますかね。さあ、はいはい、今日はですね、あのゆったり系のゆったり系のモーニングライドにちょっと行こうかなと。ガシガシ行きたいです、ね、ガシガシ行くんですよ。これでガシガシ。ロンドンレーサーです。なるほどなるほど。で、はいはい、まあ、今日はお客さんと一緒にですね、はい、廿日市のバッケンモーツァルトって言うんですよ。バッケンモーツァルト、バッケンモーツァルトじゃない、バッケンモーツァルト。でそこにちょっと美味しいカフェがあるということですので、ちょっと行ってみようかなと。水分補給取りながら、はい、ゆっくりと行きましょう。はい、行くと、ゆっくりと、はい、では行っておりますからね。じゃあ引っ張ってくれね。ではでは、はい、行きましょうか。あ、今日は交互の試乗車も、用意してます。それがメインの気がします。いろいろ乗った感想をですね、はい、聞いていこうかな。お客さんから、そうですね、曇りなきまだこで見定めてもらいます。いやそうしましょう。よし、では出発しましょう。よし、行きます。出発出発、今日は海沿いの道を通っていきます。いや今日も天気がいいですね。めちゃくちゃいいですね。瀬戸内がめっちゃ澄んでますね。向こうの方までよう見える日ですね。方向はどうですか？方向最高っすよ。最高っすか？最高っす。予想以上すぎてちょっとびっくりしてますから。びっくりしたわ。音もなく忍び寄りますからね。広島のメダブビザケと。めっちゃ噛んでる。あれですよあれ。あ、広角やからめっちゃ遠い。広島のメダブビザカ。それがいいの。もうすごい格好。あのベタ踏み坂を登ればその先に癒しのカフェがあるんですね。癒しのカフェすらある。じゃあ登るぞ。登りましょう。到着しましたね。来ましたね。さあ、バッケンモーツァルト。工場直売店に行きます。ここに美味しいお菓子があると。もう喉カラカラです。はい。では、じゃあ言いましょうか。あ、はい。ありがとうございます。さあ、ゲット。ゲットゲット。慣れてますか？いや、今からです。見りゃ分かるじゃないですか。白桃ソフトいただきます。白桃ソフト。桃。桃なんかあった？白桃ね。白桃ソフト。白桃ソフト。桃です。桃。非常に美味しい。ちょっと汗ばんだ時にミルク。白桃です。はい。氷です。氷間違いない気がします。はかき氷です。シロップが、これジャム？いちごいちご。いちごすごい。わあ練乳。これは心配だぞ。何？これは血糖値が心配だ。え、誕生日やったんですか？そうです。あの7月28日。ありがとうございます。29歳になりました。29歳おめでとうございます。20代最後の最後のソフトクリーム。最後のおごってもらいました。ありがとうございます。サンドリープレゼントありがとうございます。ありがとうございます。
うまい、はい、シェルカイさん、交互どうでしたか？交互すごい乗りやすかったです。ランド、はい、と比べてもカチッとしてるんですけど、はい、カチッとしてて踏んだら踏むだけビューンって感じですね。でもそのガタガタ道のとこ行っても、はいはい、そんなにこう痛くないというか、はい、手も痺れないし、しなやか。いや、ありがとうございます。なんかランド の、 あのみんな乗ってる人を集めてミーティングみたいなことをしたときに、あのやっぱりこう重量があるっていう話を要は聞いとったんですよ。でランドに乗ってる人がもうちょっとこう軽く軽快に走れるようなやつがないかなと思って。そうですね。でそこにちょうど当てはまってくれたらなっていう感じですね。あとは僕ぐらいの160センチ前半ぐらいの身長だったら、はいはいはい、やっぱりあんなに綺麗なホリゾンタルにならないんですけど、はいはい、やっぱり綺麗なホリゾンタルにあのだいぶ攻めてます。でももうちょっとあのその寸法的にはもうちょっといけると思います。でもあんまりやりすぎるとあのフレームがなんていうかな、ヘッドチューブっていう先っぽのハンドルのところがだいぶ短くなるんで、いい塩梅なのはあのあたりじゃないかなとか言って言うてるところです。はい、これ帰り道もぜひじっくり乗ってみてください。はい、ありがとうございます。おー、熱がめっちゃ熱い、やばい。いやソフトクリーム美味しかったです。美味しかったですね。美味しかったですね。やっぱモーニングがあるの知らなかったですね。初めて知りました。なんか結構内容も良くてしっかり定食でしたね。よし、じゃあ行きましょうか。はい、Uターンで、はい、行きましょう。はい、はい、モーニングライド行ってきました。もうちょっとでもう店ですね。そうですね。いや、フルプライドはやっぱいいですね。あの結構気温が今日高かったんですけど、話してたら一瞬でこう過ぎてしまって、なかなかあの楽しんでおります。はい。あっという間ですね。あっという間です。気温もあの気候も今日なかなか良くて、海の向こうの方まで見えるし、景色も最高でした。あとソフトクリームも最高です。結構上位に入ります、僕の中で。上位、はい、美味しかったですね。美味しかったです。まあまた週、じゃあ2週間に1回か、月1、月3、第1、第3日曜日に、グループライドやることになりましたので、はい、これからもですね、また行こうと思います。どんどんあの新しい人も来てほしいですね。あ、そうですね。なんか本当に試乗車とか貸し出せる自転車あるんで。いや、ほんまそうですね。ぜひね、友達を誘ってほしい、誘って参加してほしいです。あ、ですね。あの全然普段来られてない方も、はい、結構緩すぎてびっくりするかもしれない。まあそんな感じで、また走りに行きましょう。行きましょう。はい、ではもうそろそろお店に到着するんで、はい、こんなところかな。こんなところで終わりますか。はい、では、ありがとうございました。ありがとうございます。